晩でございます。佐渡伊藤酒店の晩酌一期一会、今夜も佐渡島からお送りします。8月10日です。今日はここから山の方へ、金山の方へ何メーターだろう、300メーター400メーターぐらい行ったその北沢釜っつうところへ、酒器酒をついで、まあ、飲む道具みたいなもうちょっと仕入れに行ってきまして、こんなもんつったらだけど仕入れてきました。片口どうだろう、2合ぐらい入る片口と、まあこれは湯飲みだと思うんだけど、このまあ大きいのんで1合ぐらい入る湯飲み、ここにまあ酒を入れて飲むというのはいいんじゃねえかなと思って、でちょっと目立ったのがこれ、他のと一緒に並んどったんだけど、このツヤが全然違うもんで思わず手に取ってしもうて買うたわけなんだけども、これまあ店の人に聞いてみるとだいぶ昔に飲んだというわけですが、これと並べるとこう光らしてみるとまあちょっとテカリが全然違うんだけど、まあ店のこう言うにはおじいちゃんが作ったもんだっつって、30年ぐらい前のんじゃねえかっつうやつなんですね。でまあ30年経ってこう、なんだろう、実際に作っとったわけじゃねえと思うんだけど、売り物だから作っとったわけじゃねえと思うんだけど、こう手に取ってこう拭いたりなんだりしとるうちに自然にこうテカリが出てきたのか、まあ色もちょっとなんつうんだろう、黄色っぽいというか、オレンジっぽいっつうんだろうか、同じ赤でもこの無明院の土もオレンジっぽいような感じがする。でテカリがあってまあなんかこう愛着の湧くやつなもんで思わずこうできてしまいまして、だからつってこれがそう高えわけでもねえんだけども、まあ酒を飲むのにそのやっぱり中はこう白っぽい方がいいんじゃねえかなと思って、まあ白いこう塗ってあるのをこうできたり、前にこうできた薄い浅いやつか、浅いこんなのも平べったい杯タイプのやつなんかもこれ自分の酒あのまあ酒飲む時の用のもんとして使うとるんですが、まあ酒の色をこう外側から見るんだったらこんなグラスなんかもいいんだと思うんだけども、まあビールついだり酒のこういい色ついとんなって外から見るのはこれもいいんだろうけど、まあこれを果たして30年間使うとどんな風に変わってくるのかっていうと何とも言いようがねえけども、この土で焼いたのだとこう確実にこういう風に変化していくとなると、これはやっぱり投げ使えば使うほどのこうなんつうか大事に、より大事にしてなってくるようなそんな品物だと思います。なこの中の色もなんつうんだ、中もやっぱりなんかテカリがあるような感じで、これ店に置いてありますということで、まあ皆さんも気に入った酒を飲むときはどうなんだろう、気に入った器で、まあやっとるとは思うんですけど、まあそういうのを自分なりの器を決めて、でこう丁寧に、ずっと使い続けていくっていうのはまあ大事なことじゃねえかなと、楽しみ方の一つでもないかなと思っております。大事にしていきましょう。決して安いもんじゃねえかもしれんけど、長い目で見ればこれは価値の出てくるもんだと思います。はい、以上佐渡伊藤酒店晩酌一期一会でした。